メニューをタッチしてメニューバーを表示します。設定をタッチして設定画面を表示します。基本設定のサーバーサービスをタッチします。サーバー設定の登録状況確認をタッチします。iSEGの機器コードを入力して決定をタッチします。現在の登録状況が表示されます。